こんにちは、広島区のみかんです。うちが旅した国内外を紹介したいと思います。今回紹介するのはクレオブロ、そして板島です。古い湯からね、戦艦ヤマトや長門を建造した日本一の造船技術を持つ呉江省や珍珠が置かれたことで知られてる軍港の町として明治以降に発展した町なんよ。これの次に紹介するお隣が1165年に平清盛が御祭大夫と言われとって、他の港町と比べるとちいと雰囲気が違うんよ。まあ見てみんさいや。最後に紹介する板島には世界三大海軍兵学校の一つとして知られてる旧海軍兵学校があって、今は海上自衛隊の施設なんじゃが事前予約があれば見学できるんよ。おいじゃ地図を見ようかね。広島から約30キロ離れとって、戦中の人口は旧市内だけで約30万人もおったんじゃけど、戦後は人口減で今じゃ18万人まで減っとんよ。おいで広島湾に浮かぶ二股に分かれとる島が板島で、左側が海島って言われとんよ。おいじゃ呉市内中心部に近づけようかね。広島から呉までのアクセスは JR の呉線が一般的なんだけど、バスや船もあるんよ。おすすめは船なんじゃがまた後で紹介するわ。船の観光地は中心部に固まってるけ、基本的には徒歩圏内で行けるんじゃが、潜水艦の基地はバスの裏にはいけんのんだけどね。広島からフェリーで呉に着くとすぐ目の前に大和ミュージアムや鉄道クジラ館があるけ、フェリーの方が無事便利なんよ。で、鉄のクジラ館をよう見ると潜水艦があろうね。あれは自衛隊で突っ込んどった本間もんの潜水艦なんじゃ。船内の一部を公開するんよ。個人的には鉄のクジラ館は無料じゃし、ぜひヤマトミュージアムとセットで行ってほしいわ。入振山公園には呉珍珠府の司令長官の感謝が残されとって、長官には広島県初の首相だった加藤友三郎も務めとったことがあるんよ。続いて潜水艦基地なんだが、入船山公園から下った右にメガネ橋いうバス停があって、倉橋島行きのバス乗りは10分程度で着くんじゃ。バスも多いけ便利で。次に案内する温度は、今は市町村合併で呉市になった港町で、城道部や島谷仁美といった芸能人も輩出しとんよ。温度は倉橋島の北端に位置しとって、温度の瀬戸流と呼ばれてる海峡はバーリセボーで、南側の幅は 80m しかないんよ。ここは平清盛の命で解釈したいうて言われてる逸話があるんだけど、当時の日誠どうやって解釈したんだろう思うよね。いくら清盛じゃ言うてもこれは無理だろうて。狭い海峡で潮の流れがバリ早いんだけ、こさえる途中で潮でピシャッと流されるよね。ちなみに温度のある倉橋島と次に紹介する江田島は綾瀬大橋ウルトラス橋で繋がってるけ、車で行けるんだね。おいしゃけ江田島は広島市内から陸路で行こう思うたら行けるんよ。最後に紹介するのが板島の旧海軍兵学校で、今でいう第一10科学校なんじゃがね。広島から行くんじゃったら広島港から雇用港まで高速艇で行くか、船からフェリーで行くのが便利なんじゃね。旧海軍兵学校には1888年以降に越された歴代の提督が学んだ校舎があってね、ほんまおすすめのスポットなんよ。じゃあまずはバーリーおすすめの広島から来るまでの交通手段のクルーズフェリーを紹介するけね。来るまでフェリーで行くんじゃったら宇治らの広島港から出とるんよ。来るまでの運賃は鉄道が510円、バスが約800円なんじゃが、フェリーは900円でチートありたくせんじゃが、コースパがバーリー高よ。何していいか言うたら、なんせ体が悪くないよ。所要時間どれも大体45分で同じなんじゃが、窮屈がないよね。おいで船内にはビュッフェがあって食事もできるんよ。船の上は本間門の公園のようになっとってね、ところどころにベンチがあるけ、ほんまくすぐるんよ。見てみんさいや、公園みたいになっとろうね。おいで山とミュージアムや鉄道クジラ館がハースの駅にあるのもフェリーの魅力じゃね。鉄のクジラ館は本物の潜水艦を無料で見学できるようになってるんよ。残念だが写真撮影は禁止されとんじゃね。
ておすすめはハイカラ食堂じゃね。日本のカレー発祥のクルで、海軍の鉄板カレーを食べることができるよ。入船山公園の入船山記念館は、クル人事府司令長官の感謝があった場所なんよ。感謝は1905年に抑えられた和洋折衷の建築なんよ。著名の長官と師匠、広島県初の首相となった加藤友三郎や、終戦に導いた首相の鈴木貫太郎や、井上海戦で手痛い敗北を食らった南部中将がおるんよ。言うて忘れちゃいけんのが倉本通りの屋台よ。18時半頃からぼちぼち始めちゃってんよ。ようけ屋台が出てるけ一軒だけじゃのうて、はしごして何軒も味わってみたらええよ。市内中心部で最後に紹介するのはここ潜水艦基地よ。潜水艦の中に行くことはできんけど、十分母艦からでも見ることはできるんよ。続いて紹介するのは小野なんじゃが、温度はクレからバスで30分程度行ったところにあるよ。平の清盛が焼きに去った温度はクラ足島の北端じゃが、居場所はあんまいいやばあれとくとくよ。この界隈は古から広域で境にとっていろんな船が出入りしとったんじゃげな。本社系かわからんけど、他の港町と比べるとなんかここは雰囲気違うよね。明治時代に遊郭地区は越されてたんじゃが、建物の造りを見て、その前は町の中に遊郭が点在しとったんじゃなかろうか思うたよ。おいで小柄ちっちゃい町にこんとに立派な銀行があったんじゃけ、食べれたわ。しかもこれ発展だったんじゃけ。本堂橋を挟んで呉方は引き自由エリアなんじゃが、典型的な商人の町いう感じで、ようある落ち着いた日本の町を見ちゃったよ。岩島と全然違うた落ち着いた雰囲気でね。創業が明治28年で山本五十六は使おうとった割烹料理屋の建材だったり、アキンドの建屋を利用した宿やら飲食店もでき始めとってね、町が再生し始めての印象を受けたよ。今回昼飯は引き地の天神屋に打て、130年ついとる呉服店が改装して蔵をカフェに控えて営んでるところで食うたいと。ランチは主に地元の食材を使うとってヘルシーだったよ。ネキリやスイーツショップも営んでるけ行ってみさい。紹介するのが旧海軍兵学校、今でいう第一十科学校よ。明治9年に作られた海軍の幹部補正の学校で、歴史的建造物が残っとって一部は内部を見学できるんよ。なかなか面白そうな場所やろ。クリトンの板島もそれぞれ違うた魅力あるね。普段の生活で船を使うこともなけ、交通手段も楽しめる思うよ。ぜひ行ってみんちゃいね。ほいじゃあね。